で、あの一応これ黙認されてるようなもんなんだけど、ツイッチの規約だと文字一文字のスタンプってダメなんだよ、本当は。だから、なんか例えば、まあ、あっちもそれでスタンプ消されたのね。そうだ、バラバラなんで使えてたんでしょう。バラバラ。あっちとかもスタンプ消されてて、それで。ベルも 1BAN。 なるほど。あれかなりグレーのまま生き残ってたんで、まあちょっと使ってくれてる人多かったから悩んだんだけど、なんかいるな。まあちょっと苦渋の決断で今回消させてもらいました。すみませんが。まあリップスタンプは割と汎用性高いのかなと思ったんで、ちょっと試しにフォロワースタンプに入れてみたって感じですね。ありがとうねー。小屋二人いるな。え、ツインズとか久々にやってできんのかこれ。回さないでねー。あ、ちゃんとツインズ対策してる、えらい。おお、起こしに来てんの。じゃあ釣るか。これ悶絶間に合わなそう。釣るのが早いか着くのが早いか、間に合ってくれー。無理かも。うわー、マジか。今ちょっと引っかかっちゃった。引っかかんなかった、いけたな。うまっ。おい、マジかよ。え、何？もしかして潰しながら越えようとしたのか。今のなんだろう、バグかな。あのカラス振りほどきながら窓越えらんないのと一緒だよね。バフンバフンはちょっと、もうちょっといい擬音語なかった。よう、全員の居場所分かったな。使わせよっか。あ、待って、納品しようとしたやつが。ああ、ベルも1やるじゃん、ベルも1やるじゃん。俺の3ポイントが3ポイント取られた。こういう風に素殴りする前にビクトルを回収しておくことによって殴った後すぐに出せるという寸法ですね。やるじゃん。へえ、やるじゃん。納品が遅れてしまう。納品クエスト失敗だ。え、待って、起きんの早くね。あ、え、ちょっと待って、本命は君だよ。あのミンちゃんはギリだから。ナイス、ギリチョコあげる関係。ちょっと待って、多分ね、こう木村がやばい、なんかやばいのついてる。いや、この人絶対やばい、なんかやばいよこれね。語彙力ないけど、この木村やばいって、回復速さ。え、早すぎん。ずっともかな、やばいよね。え、そんな早く起きれんの人間って。ちょっと待って、本当に人間じゃないよ。人間じゃなかったわ、キラーだった。わかんない、
キラー1対キラー4だったこのゲーム。気づいてなかったけど忘れてた俺、このゲームキラー1対キラー4だった。あ、てんてこまさんこんばんは、おかえりなさい、ありがとうございます、ただいまです。納品する？ちょっと残り3台で3釣りだろ、そんなにそんな余裕あるわけじゃないからな。ありがとうございます。そのビッツスタンプベルも1お金だーにしといたからみんな使ってくれよな。ナイスリアクション。めっちゃ回ってんな。お金だ。ベルも一お金だ。奪った。今晩お帰りなさい。おマサヤさんこんばんは。起こせるか。待って、木村の話にしたらやばいで、木村はマジでやばい、木村の回復速度ほんとバケモン。あきなこさんこんばんは、サブギフ感謝です、使ってください。ちょうど今日からスタンプリニューアルなんで、ぜひぜひ。マジで、そうそうそう、それだけじゃないよ、今回いろいろ変えたんで、あのティア2とかティア3のやつとかも含めたら、ビッツとかも含めたら15種類、15種類変わりました今回。この木村の存在のせいで俺ちょっとハイズル放置怖いんだけど、納品もできないわ。回復早っ。お越し屋さんおるな。ね。ドライダー。いえ、私は何にでも牛乳を注ぐ方。あ、ドライダックさん2ヶ月目サブありがとうございます。ちゃんと10秒待って。で、これなら蹴られないので、あ、やべ、あぶね、この人はロッカーに入ってても待ってれば死ぬから、やばすぎ、起きてんだけど、はや、バラバラ、は木村、お前どっから来たのマジで、やばいだろ、マジで何、モレルが叫んだってことはこっちじゃないな。今のマジか。ゆいちゃんが起こした。うん、怖い怖い、全然気に、ちょっと待って、早すぎない回復、
え、何ついてんの本当に。いやーマジか、出はあんのか。全然釣り回数カウントしてなかった、やばいやばい。ペンミンが叫んだ。ここに足跡あって。出るか。死人のままでよかったかな、これ。あんまたまりもいらないな。ベルもキャンプが好き。キャンプの存在恋しい。ああ、いい救助だそれ。たまりもいらねえな。なかったらもっと厳しいのかな。うわーマジか、いっぱいいる。これどうしよう。カバー意識が強すぎる。マジ？これ釣って大丈夫かな。今ここに3人いたから、まあ回してても1人ってことになるんだけど、あのとんがってるとこだろうな、回してるの。叫んだのがモレルだからこっちだろうな。あ、モモさんこんばんは。私は何。あ、ビグニコニコさん13ヶ月目サブスク、ありがとうございます。大丈夫か。昨日配信すごかったけど。ファーストキル発生。やっぱ出歯警戒すべきだね。当たるんだなこれ。フェンミンはさっきあっちに走ってったから、多分こっちの先っちょで回復してるはずなんで、一回上から見ましょう。起こされるなこれ。どうしようかな。デッドハードはもう効かんぞ。チッチー、ビクトルがいない。ちょっと木村のパーク見ようぜ。クレージージークレージージー。治療速度が 5% 上昇で、医療キットで35上昇で 40% でしょ。あれで植物学で 50% 上昇で 90% アップだから、まあもし医療キット使ってれば確かに早い。
でも、あ、違う、治療アイテムの効率が 20% 減少だから、アイテムの効率下がってるのに、効率下がってたとした場合、20プラス50で 70% アップか。まあでもね、木村が起こしてる時いつも複数人で起こしてたから全然あり得る速度ではあったんだよな。